では見事グランドスラム東京連覇を果たしました阿部一二三選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。完全勝利と言っていい優勝じゃないですか。まあ内容では投げれたりしてたんですけど、今日はちょっと自分の持ち味っていうのが、まあ、なかなか前面に押し出せない試合っていうのはあったりしたんで、そこはちょっとこれからの課題になるかなと思います。まあ、そのあたりやはり周りからマークされてる、研究されてるというところもあるんでしょうか。そういうのもすごいあったと思います。やっぱ世界選手権終わってこの試合出ることで研究っていうのはされてるだろうなって思ってたんですけど、やっぱでもそこで圧倒的な柔道をしてこそ、やっぱ自分が目指している柔道だと思うので、この大会で課題っていうのはさらにまた生まれたんで、もっと強くなれると思います。その課題を例えば教えてもらえる範囲でお願いします。まあ、そうですね、逆技もっと違う技を入れればもっとバリエーション増えて、もっと一本勝ちっていうのを狙いやすかったと思うんですけど、まあ、今日はなかなか、まあ、寝技で勝つシーンもあったんですけど、もっと、まあ、技の幅広げてどんな相手にも、まあ、対応できるように組み手もしっかりできて、まあ、そういうところをしっかり練っていかないといけないかなと思いました。まあ、ただそういう厳しいマークに遭いながらも、国内のライバル海外のライバルがひしめくこのグランドスラム東京を連覇しました。やはりそのあたりは自分の中でも成長した部分というのも感じるんじゃないですか。世界選手権終わって、まあ、周りから注目されるようになって、そこでしっかりと勝つっていうのはすごい自分にプラスになったと思うので、まあ、この勝ちっていうのをもっと今後つなげていけたらいいなと思います。そして今回はその赤ゼッケン、世界チャンピオンの証を背負っての戦いでした。もうこの赤ゼッケンを背負ってやっぱり背負うもの、覚悟っていうのもしっかり、まあ、して挑んだ大会で、まあ、この赤ゼッケンをつけている以上絶対に負けれないなっていう思いで挑みました。そして注目度も高まって、もう日本柔道の顔の一人という風な雰囲気ももう漂ってますが。そうですね、まあ、まだ自分なんかまだまだ未熟で、まだまだ甘いところいっぱいあると思うんですけど、日本柔道っていうのを引っ張っていけるような選手になれればいいなっていうのは思ってます。そして去年は果たせなかった兄弟での優勝を成し遂げました。まあ、僕の試合の前に妹が試合をして、すごいいいプレッシャーを受けて、あの試合を見て、まあ絶対に勝とうっていうか、もうこれは負けれないなっていうふうに思いました。どうでしょう、同時に金メダルを取ったことでこうライバル意識みたいなのも少しあったんですか。そうですね、まあ、ライバル意識というか、お互いすごいいい刺激し合って、まあ、柔道できていると思うので、まあ、この優勝っていうものを今後2人ともしっかり活かせるような、まあ、つなげていけるようにしていきたいので、まあ、ライバルじゃないですけど、お互い刺激し合って成長していけたらいいなと思います。改めこの金メダル、どんな意味を持ってきますか。世界選手権も来年の世界選手権内定したんで、やっぱり今からもう世界選手権を見て、まずは世界選手権2連覇っていう目標中の達成しないといけないと思うので、まあ、今課題であること、自分がやらないといけないことっていうのをしっかりして世界選手権に挑みたいなと思います。その世界選手権内定ということで、また東京オリンピックに大きく近づく金メダルかと思います。すごいこの勝ちによって、まあ、内定したことによって、世界選手権内定したことによって、東京オリンピックっていうのもすごく近づいたと思うので、まあ、このチャンスっていうのを絶対逃してはいけないと思うので、これからしっかりチャンスっていうのを生かして、まあ、東京オリンピックまでも負けなしで、それでも東京オリンピックしっかり優勝するっていう目標を達成したいなと思います。改めて、大勢のファンが注目していると思います。今後の戦いに向けて一言お願いします。まあ、これからも自分のスタイル、一本取りに行く柔道っていうのをして、いろいろな、まあ、人たち、応援してくれる人たちっていうのを魅了するような柔道をしていきたいなっていうふうに思うので、これからもやっぱり、まあ、頑張っていきたいな、まあ、応援お願いしますっていう。そして今妹の詩選手が来てくださいましたので、ではせっかくですので。まだですか。ありがとうございます。一足早く詩選手は今金メダルをね、はい、首に下げていますけれども、ではまず兄弟
同時優勝を果たしました阿部一二三選手と詩選手ですが、ではお兄さんから妹に向けて一言お願いします。今日は、自分も絶対に勝たないといけないっていうプレッシャーの中、さらに妹も一緒に出てて、妹にも負けれないという思いで挑んだっていう部分があるので、でも一緒に出場して優勝できたっていうことは今後、2人の成長につながるかなと思います。兄弟同時優勝、今どんなお気持ちですか？今日はお兄ちゃんの試合をずっと見てて、自分の試合より結構緊張したので2人で優勝できてよかったなと思ってます。こうなると今度は兄弟での世界チャンピオンを目指す感じですかね？目標はまずはそこですね。東京オリンピックより世界選手権、僕は2連覇っていうのもかかっているので、次こそは兄弟で世界選手権出場して、兄弟で世界選手権優勝勝ち取りたいなって思います。詩選手はいかがですか？まだ自分は出たことないので、しっかり世界選手権の代表にまずなって、そこからはなったら兄弟で優勝できるように頑張ります。今日は妹さんが先に優勝したことでお兄さんもいい刺激になったようですけど。そうですね、今日はさっき、いつもなんですけど、自分が先に勝ってお兄ちゃんにつなげれたらなと思ってたので、いい風につなげれてよかったです。改めて兄弟で頂点に立った気持ち聞かせてください。すごい嬉しいんですけど、妹が先にやるより僕が先にやりたいなっていう、今の話聞いてていつも僕がもうそわそわして、決勝戦の前、優勝したみたいな感じになってるんで、順番変えなくていいですけど、でもたまに、なんか順番変わってもいいのかなと思うんですけど、そうですね、これ2人で優勝できたことによってまた2人で目指せるものっていうのが増えたと思うので、今後も2人でこういい刺激し合って2人で成長できたらいいなと思います。見事兄弟での優勝を達成しました阿部兄弟でした。ありがとうございました。ありがとうございました。